はい、本日はですね、こちらのノースフェイスのサンダージャケットを手洗いしてみたいなというふうに思います。でこちらのサンダージャケットなんですけど、中にダウンが入ってて、よくユニクロとか のウルトラライトダウンとか、まあ、こういう薄手のインナーダウンって結構あると思うんですけど、こういうタイプって結構洗濯が簡単でやりやすいんですが、まあ、注意点とかも何点かあるので、まあ、早速洗っていく手順を紹介したいなと思います。ではですね、こんな感じで出してるんですけど、まあ、まずタグを見て手洗いができるんかっていう確認をして、このジャケットはできるんですが、まあ、それを確認する。そして次にダウンを潰していくっていうことになるんですが、まあ、この工程も結構大事で、これをしないと穴が開いたりするので、まあ、これも大事の工程で、次がスポンジとかタオルで部分的な汚れを落としていく、まあ、特にこういう首元であるとか、あと袖口とかっていうのを、まあ、綺麗にまず落としていくっていう下処理をして、そしてその後手洗いをしていく。で手洗いの際はですね、まあ、極力水の温度が、まあ、冷たい温度よりかはあったかい温度の方が汚れが油汚れって浮いてくるので落ちやすいっていう感じになっているので、温度は一応この場合であれば手洗い40度以下なので、まあ、38度とか7度ぐらいに設定して手洗いしていくっていう流れになります。そしてですね、まあ、ダウンジャケットで全部そうなんですけど、しっかり洗った後っていうのはしっかりすすぎもやっていくっていうことになってるんですが、やっぱりダウンに洗剤が残ったままになっちゃうとダウンの威力って落ちちゃうので、綺麗に流していくっていうことになってて、まあ、すすぎを2回やるであったり、しっかり汚れをシャワーで落としていくであったり、まあ、すすぎは必ずやっていくっていうことになってて、まあ、次の工程っていうのが、僕1回失敗して穴開けたことあるんですけど、次脱水になってるんですが、この脱水っていう工程を失敗して、この背中にものすごい穴を開けて、これ実は2代目のサンダージャケットなんですが、初代ジャケットがもう背中にものすごい穴が開いたっていうことがあるので、まあ、ここが注意なんですけども、脱水をする際っていうのは基本的に遠心力がかかるので、もう必ずジップとかは閉めてネットに入れるっていう風にしてれば、まあ、安心かなと思うんですが、その1回目に穴が開いた時っていうのはもうこの閉めた状態だけで入れちゃったっていうので、やっぱり腕とか袖が遠心力でガッと伸ばされて穴が開いたっていうことになってるので、まあ、必ずネットには入れるっていう風にしてます。そしてそれが終わった後は日陰で干していくんですが、この日陰で干していく工程っていうのは、まあ、晴れた日っていうのがいいんですけど、まあ、晴れた日で日陰で干していって、だいたい2日間か3日間ぐらいはもう完全に乾くまで干していく。そして7つ目っていうのがですね、これ結構重要なんですけど、乾燥機に入れて仕上げるっていうことになってて、この乾燥機に入れるか入れないかで運命の差があるぐらいダウンがふっくら戻るので、まあ、乾燥機でダウンを戻してあげるっていう工程になってます。でちなみにこの時にもテニスボールを使うっていう工程も大事なので、まあ、これも後々紹介していきます。そして最後はダウンをこう均等に振ってあげて散らしてあげたら完成という流れになってますので、そちらを実演していきたいなと思います。はい、それでは実演見ていきたいなと思います。まずはですね、洗う前のダウンの傘高っていうのを見てもらいたいんですけども、まとめてみて、で何センチ傘高があるかっていう感じなんですけども、アップしてみると大体8センチ7センチぐらいですかねのダウンの傘高で、でまずは洗っていきたいなと思います。でタグは確認してるのでもう手洗い OK で、先ほど見たみたいに首元とか、袖口っていうのが特に皮脂、人間の油がよくつくので、まあ、黒なんですけども、ここも念入りに洗っていきたいなと思います。でこのダウンの洗剤についてはまたお話していきますので、まずスポンジに取って部分洗いをしていく。でこの時のイメージとしては、まあ、これ擦ってるように見えるっていうか擦ったりしてるんですけど、イメージとしてはどっちかって言ったら浮かせるようなイメージなので、叩いてもいいっていう感じかなと、まあ、僕は思ってるので、まあ、叩いたりとか、まあ、ちょっと馴染ませながらこう汚れを浮かしていくっていうようなイメージで、袖口であったり首元っていうのをまあ綺麗にしていくっていう、まずこの下処理が大事なんで、まあ、これをやっていくっていうことになってます。まあ、ちょっと水温は高めの方がいいかなと思います。あんまり暑すぎてもダメなんですけど、ちょっと高めっていう感じで、次は手洗いをしていきます。浴槽にダウンを突っ込むんですけど、その前にダウンを潰していきます。このダウンを潰す工程はなぜするかというと、ダウンの羽を折ってるんですけど、ダウンを羽を折ることで刺さったりしないようにまず折っていきます。そして、洗剤なんですけど、これはキャップ1杯分で、ダウン1着につき1杯分なんで、ダウンが2着やったら2杯入れるって感じで、これはダウン専用のクリーナーとか、ダウンとか、あと化学繊維の、まあこのジャケットもそうなんですけど、化繊専用のダウンのクリーナーなんで、まあこれは結構重要かなと思います。で水温は38度で、いざダウンジャケットを入れていきます。
でダウンジャケットはですね、こういう感じで揉み込んでいって、あの外側だけじゃなくて中のダウンの中まで浸透させていくっていうイメージになっているので、これやっぱりあの外気を実はダウンで吸ってたりとか、あとタバコとか香水とか、まあ、いろんな匂いとか湿気とかをダウンは実は吸ってるので、まあ、中まで浸透させるイメージで洗っていく。でこれは普通のダウンジャケットと違って結構ダウンの量も少ないので、あの洗いやすいっていう感じなんで、最初言ったみたいにこれ実は簡単なんですって言ったのは、まあこういう部分では洗いやすいので、まあ、さっと洗えるっていう感じになってます。でまあ多少つけ置きして、でまあそれが OK かなっていう感じで、中まで浸透したなっていう感じになったら、いざ、すすぎをしていくっていう感じなんですけど、まあこの時にはあの、まあ、しっかり洗っていくっていうのが大事なんですが、ダウンの洗剤についても何種類かあるんですが、まあ、今回はこの洗剤を選んだ理由としては、他にはちょっと匂いのきつい洗剤があったりとかするので、まあ、今回これは無臭なのでこの洗剤を選んでるという感じになってます。まあこれしっかり中までダウンが、入るまで、まあ、放置するという感じで、まあ、放置をしてますと。こんな中のこう早送りなんですけど、若干こう洗剤が回ってる状態っていうのが分かると思うんですが、まあ、これで OK やったら取り出していくという感じになってます。でまあ、この時に無理やり引っ張ったりとかしないように、やっぱ生地がちょっとあのダウンも濡れたりして弱い状態なんで、無理やり引っ張ったりするとすぐ破れたりするので、まあ、この時の扱いは優しく取り扱ってあげるという感じになってます。で、ここで、まあ、水をちょっとチェックしたいんですけども、まあ、こんな感じですね。やっぱ多少ちょっと黒っぽくなってて、まあ、洗剤が浮いてるんですけど黒っぽくなってる感じですね。で次はすすぎと脱水をしていくんですが、すすぎはこれ必ず2回行う。で脱水も必ずネットに入れて行う。これはもうマストで行っているので、まあ、すすぎは多い方がいいですし、で脱水も必ずネットに入れないといけないということなんで、もう僕はネットに入れてすすぎも脱水もしてるという感じになってます。で、まあこんな感じで洗い終えたら干していくという工程に流れるんですが、この干していくっていう工程の時はもうペタンコ、こんな感じでペチャペチャのペチャンコになってるので、これはあんま気にすることなく普通にまあダウンを散らしてあげてパタ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 振ってあげれば全然いいんですが、後々ダウンはこれ戻ってくるので、あの心配なく普通にまあパタパタしといて叩いてあげるぐらいでもう十分やなというふうに思います。無理やり引っ張ったりすると、さっきも言ったみたいにこれあの水に濡れてちょっと弱まってるので破れたりとか、そのダウンがちぎれる可能性があるので、まあ、極力叩く程度で終わらしといて、まあ、干していくという感じになっていくんですが、これできれば平行に干していって重力があんまかからないようにしてあげる。まあ、本当ならこういうニットを干すようなあのタイプの洗濯のやつがあればいいんですが、まあ、うちにはないので、こういうちょっと我流の、まあ、一回寝かせるような感じで腕も、畳むような感じにして、極力重力が一点にかからないように散らしていくっていう癖のある干し方をやってます。で次は乾燥機をかけていくんですが、これがめちゃくちゃ重要な役割で、今はこんなペタペタなんですけど、まあ、出来上がってちょっとふっくらするっていう感じで、その時にこの大事なのがテニスボールを使う。でこのテニスボールも一緒に掘り込むっていう感じなんですけど、これは別に100均のでも何のでもいいんですが、新品の方ができればいいと思います。じゃないとダウンが汚れちゃうので、まあ、これ一緒にもうポンって掘り込んでいくと、まあ、僕は3つなんですが別に4つでもいいんですが、まあ、僕は一応3つ入れてると。でなんでかって言ったらこれ3個入れやから3つ入れてるだけっていうだけなんですが、まあ、回していくという感じで、この乾燥機はおおよそ10分間回していくんですが、これ中をちょっとよく見てもらいたいんですが、ちょっとアップにしていきましょうかね。あのテニスボールと一緒に回ってる様子がわかるんですけども、こんな感じでダウンと一緒にテニスボールが回ってて、テニスボールがダウンを弾いてくれることによってダウンがきれいに散っていく。さっきまで固まってたダウンがきれいに散っていくので、 あえてテニスボールを入れて回してるという感じになってます。で、これを10分間ほど行っていくと完成するので取り出していきたいなと思います。まあ、この時にはテニスボールは忘れないように、これあのよく袖とかに引っかかったりするので、まあ、これしっかりやっぱ袖に引っかかってますね。まあ、それでもあの入れてた意味があるので、まあ、両腕に引っかかってますが、これを出していって完成という感じになります。で、次ですね、この傘高を見ていきたいんですが、これは洗濯し終わった後の傘高になってるんですが、まあ、測っていくとさっきが7センチか8センチだったんですが、もうこれは10センチを超えてるっていう感じの、傘高になってますね。さっきのとちょっと比較もしていきたいんですが、さっきのジャケットです。これですね、こんな感じで一回止めると、やっぱ7センチか8センチぐらいのと、まあ、10センチオーバーしてるのって全然
違うので、やっぱ洗濯するだけでこんだけふんわり感が戻ったりするっていう感じになってます。という感じで、まあ、これが完成したあのダウンジャケットなんですが、先ほど見てもらった通り、やっぱ洗うだけで結構ふっくら感が戻ったりしてて、あの普通に使ってたら、あの無意識のうちなんですけど、やっぱり空気中の水分を吸ったりするので、でダウンがしょぼーんってちっちゃくなっていくと、やっぱりかさ高が落ちていくっていうことになるので、まあ、やっぱり定期的に洗ってあげた方がいいかなと思いますし、こういうタイプのダウンジャケットって、まあ、化繊って言って人工のダウンが使われているので、結構洗い方が簡単なので、なんで簡単なのかっていうと、やっぱダウンジャケットっていうのは普通のダウンは濡れるとなかなか戻りづらいんですけど、こういう化学繊維のダウンって濡れても あんまりぺちゃんこになりづらいっていう特徴があるので、まあ、ガンガン洗えるんじゃないかなと思います。ちなみに今回ですね、この洗剤を選んだ理由っていうのはですね、まあレビューが高かったのもそうなんですけど、洗ってみて分かったのが、実際ですね、洗ってみると全く匂いがない無臭のタイプになっているので、まあ、それがいいかなと思って、まあ、このダウンの洗剤を使ってる。一応ダウン専用の洗剤ということになってて、まあ、今回はですね、このジャケットに関しては撥水効果っていうのをつけてないっていう感じになってるんですが、もし仮に撥水をつけたいのであれば、まあ、こういったスプレーを濡れてる状態でかけておけば、乾いた時には撥水ができるっていう感じになってるんですが、まあ、今回は撥水はつけずに、あのまあこれに関してはまあそんなに濡れても特に問題ないので、でまあまた洗ってその時に撥水加工をつければいいかなと思って、まあ、今回はつけてないんですが、まあ、こういうライトダウン系っていうのは、あのダウンジャケットのものもあれば、その化学繊維のものもあるので、まあ、一概には言えないんですが、そういうのタグ見ながらやっていくんですけど、今回に関しては化学繊維なので結構ガンガン簡単に洗えるっていうのと、まあ、注意点の1点っていうのは、やっぱり普通のダウンジャケットに比べると生地がちょっと薄いので、必ず洗濯ネットに入れて洗濯機に入れるっていうのはまあ重要かなと思うので、まあ、ネットに入れるっていうのはまあ忘れちゃうとやっぱり穴が開く可能性があるので、まあ、その辺は注意かなというふうには思います。はい、ということでですね、まあ、本日はですね、このインナーダウン、ノースフェイスのサンダージャケットを洗ってみたという動画になってます。以上ありがとうございました。